ただいまから国土交通委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに安江信夫君および中西祐介君が委員を辞任され、その補欠として西田誠君および岩本剛人君が選任されました。これより請願の審査を行います。第165号、鉄道災害復旧基金の創設に関する請願のほか、229件を議題といたします。 これらの請願につきましては、理事会において協議の結果、いずれも保留とすることになりました。以上のとおり、決定することにご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。よって、作用決定いたします。継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。国土の整備、交通政策の推進等に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、 本件の継続調査要求書を議長に提出した、いたしたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、作用決定いたします。なお、要求書の作成につきましては、委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、作用決定いたします。委員派遣に関する件についてお諮りいたします。閉会中の委員派遣につきましては、 その取扱いを委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、作用を取り計らいます、えー。この間の委員閣議の委員会に関するご協力に心から感謝を申し上げます。本日はこれにて散会いたします。ありがとうございま